大沢健二です。今日はですね、またあのライジン24の追加カードがまた発表されたので、ちょっと見どころをね、ちょっとね、いつもよりちょっと出すの少し時間あるのも、あると思うので、最速じゃないかもしれないんで、内容で勝負したいと思いますね。で、今日の追加カード、朝倉海 VS 庄司、はい、登る侍ね、はい、と、あと、レイナ VS 富松英美、まあ、これ MMA の、まあ、よく知ってる2つのカードなんで、まあ、前回ね、ちょっとこうキックボクシングとかも入ったり、大相撲とか入ったんで、はい、すげえあやふやな感じで、あの最速を狙って、うん、ちょっとこう見どころをやったんで、江畑選手もあれ、江畑睦月 の、 あの前回大晦日でやったルイ選手じゃないみたいで、はいあはい、僕間違えてたんですね、あれね、間違えてたみたいですね、はい、なんか、はい、パッと見ただけだったんで、はい、江畑睦月さん、はい、ラジャで負けたお兄さんのですね、はい、お兄さんのあと、あの寮生ことラスタ、ラスタ、はい、本当に申し訳ない、はい、本当に申し訳ないですね。ちょっとなんとなくで聞いたことはある名前なんですけど、ちょっとしっかり存じ上げてなくて、それはまあ、僕がこうちょっと立ち技に関して全てを網羅してるわけじゃないんで、ちょっと申し訳ない、すいませんっていうところで、まずは、今日の追加対戦カードの、見どころですね、まあ、それはね、あれですね、朝倉海 VS 庄司、これはね、まあ、庄司選手、まあ、意外に面白いんじゃないかなと思ってて、庄司選手って、まあ、パンクラスで一回チャンピオンになってるし、はい、今、グラチャンかな、はい、でも多分タイトル取ってると思うんですけど、はい、立ち技の強い選手で、で一時、パンクラスでチャンピオンになった時とかって、はい、10年ぐらい前かな、ウマハノフってすげえ強いロシア人、はい、でもう誰も勝てねえだろってやつをノックアウトして左の配下なんかで倒してるし、その前で、3秒ぐらいでノックアウトしてるしね、はい、で立ち技で言うと、あとジョゼアルドって UFC のフェザー級でね、すげえ長期政権を築いたチャンピオンのUFC に出る前でパンクラスに上がった時に庄司が戦ってるんですよ。さらに言うとチェドゥホっていう韓国の UFC でも今ランキングとか入ってるすげえストライカーと戦ってて、で僕も練習とかで、まあ、一緒にやってたりとかしてたんですけど、根性がすごいというかビビらない。であとそのウマハノフとか戦った時も左ハイとか結構ね、正統派っぽい形でぐいぐい前に出てくるんだけど、飛び膝やったりとか、急にバックブローやったりとか、あとはまあ、なんか結構偏ってないというかね、とにかく前に出る突進力がめちゃくちゃ強くて、スピードはないんだけど、根性がある。だから、カイトやるときにもスピードとかで、まあ、全然スピードも圧倒的に回の方があるし、はい、まあ、組み技とかも回の方が力はあるんだろうなって、だから試合のペースで言ったら、はい、ずっと回のペースで行く可能性が高い試合なんだけど、庄司君が左の使い方とか上手だしね、はい、急に飛び膝やったりとか、あとはしっかり見えてるから、はい、しっかり見てもらいながらも見てるっていうかね、なんかこうずっと 目開いてる感じするから、合わせるっていうなんかこう作戦をね、綺麗に戦うっていうことじゃなくて、庄司君がこうもう相打ち覚悟で来るみたいな作戦取ったら回も負ける可能性あるなと思ってて、だからなんかこうその一方的な展開、まあ、ペースで言ったらそうなっちゃう可能性あるんだけど、全然
勝つ可能性あるなと思ってて、スピードは全然あれですよ、あの回の方があるし、で組み技とかテイクダウン能力とかも回の方が高いし、おそらく回をテイクダウンできるような組み技の力はないですね、抑え込む力もない、でも正直立つの上手、だから抑え込まれないし、だからいつもあの試合とかになるともだいたいスタンドでね、相手が寝かしてもすぐ立ち上がってめっちゃ前に出てプレッシャーかけるみたいな、そういう試合で相手がだん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 疲れてくるみたいな試合をやってたんですけど、まあ今回回だから結構足使われてうまくこう追いかけるような展開になるのかな、でそこでちょこちょこ入られてとかってなるんだろうけど、これ庄司君が相打ち狙いに来たらね、マジでもう何度も言うけどあるぞっていう展開なんで、そこは面白いなと思いますね。じゃあここはズバッと大沢健二の予想でいきますね。まあ、回のいいところなんでもう言う必要ないですよね。ああ言う必要ないと思います。みんな分かってると思います。みんな分かってるでしょ、はい、杖、はい、金持ってる、はい、金持ってる早い、あとお兄ちゃんが作詞で、はい、あの頭いいと、はい、まあ、2人とも、はい、頭いいけど、はい、いやみんな知ってます、みんな知ってます、はい、言う必要ない、言う必要ないです、はい、じゃあ、予想ね、はい、2ラウンド回ノックアウトし、ここまで言っといてですか、すいません、すいません、なるほど、申し訳ない、はい、当てに行っちゃって、当てに行っちゃってます、当てに行っちゃってる、はい、次次、はい、雷神の、女子の顔といったらね、レイラ、はい、MMA 参戦、はい、で今回の対戦相手が、はい、飛松エイム、はい、充実のクロービス、はい、そうですね、で、いつもタイトル、日本の格闘技、女子の格闘技でいうとタイトル挑戦するけど、うん、そこで負けるみたいな、うん、なんかトップからちょい落ちぐらいで、ね、うん、これすげえ面白いなと思って、うん、レーナ選手が出てきて、うん、女子選手がこう女子の MMA、 日本の MMA を、うん、超えずにね、はい、出てきて、はい、でそこでライジンに上がって、はい、でライジンに上がったらライジンの女子選手としか戦わずに、はい、でやるとしたらまあカンナちゃんとか、はい、浜崎さんともやりましたよね、はい、とかそういうまあなんかライジンの中でちょい落ちの日本戦、はい、日本の団体でジュエルスとかで育った、はい、その選手とはやらずに来て、うん、で海外の選手ともやったりとかね、うん、ここで初めて、うん、日本の女子のトップ選手、うん、その世間の知らない、うん、日本の女子のトップ選手とやるっていう、うん、これで本当にこうジャッジされるっていう、うん、その格闘技界でいうと一般の人からすると、まあ、レイナちゃんでしょ、どうせ緩い相手でしょって思う、うんうん、と思うんですけど、富山ゼミ強いですからね、寝技がうまくて、うん、で頑張れるし、うん、前は打撃あんまできなかったんだけど最近足使ってこう距離外しながらっていうところで、うん、若干テイクダウン能力が若干低いかなと思うんですけど、うん、でも寝かしたらね全然富山ゼミ寝かせるかっていうところの勝負になってくると思うんですよ、はい、うん、ここがね、すっげえ面白い、はい、やっぱり、うん、レーナ選手がリスクのある試合、はい、世間的に言ったら多分勝つんでしょみたいな、うん、ここで負けたらわけないよねみたいなところだけど、うん、なんかこう格闘技界の人はどうなのみたいな、はい、ただこの試合で言うと、うん、現実的なところで言うと、はい、スピードが全然違うんですよ、打撃の、はい、うん、それで、あれ、富松選手のパンチとかだと、レナちゃんビビんねえだろうなと思って、はい、うん、それで左の前蹴りとかミドルとか、はい、あと三日月蹴り、はい、でそういうの刺してったら、はい、あ、
かなか近づけないで結構ボコボコにするんじゃないのかなっていう、ただ根性あるぞっていうね、はい、富松選手がね、これは面白いですよね。面白いで、どうなるんだっていう時に、はい、これもうちょい展望を言った方がいいですかね。もうそれとももう結果言っちゃった方がいいですか。もうちょい展望言っていいですか。だから、そうなってきた時に、じゃあどうやってテイクダウンするのっていう話になると思うんですよ。で富松選手は下からも攻めれるし、あとはなんかこう腕絡みからめくったりとか、あ腕絡みアームロックしながらこう倒れ込みながらこう上取ったりとかもあったりとかね、結構まあ寝技があるんで、で僕意外にね、はい、レナちゃんが MMA やるようになってきて、はい、結構寝技付き合うんですよ、はい、なるほど、寝技出したがるっていうか、はい、やっぱ本当あれ勝負根性あるから、はい、レナちゃんがどこでも行こうとするんですよ、はい、立ってりゃいけんのに、立ってりゃ危なくないのに、はい、今回それがどうなってんだっていうところで、なるほど、付き合っちゃったりすると、はい、取られる可能性あるなって、はいはい、と今決めもあるんで、バック取られたり結構ポカするから、ね、はい、レイナちゃんが、はい、面白くなってきました。あ、面白いですね。今どっちだと思います？僕ですか？はい、僕はまあレイナさんだと思いますけど。お気に入ってますね。お気に入って全然一緒です。今の聞いた上でレイナさんだと思います。ですよね。じゃあズバリ大沢健二予想します。はい、お願いします。今回の予想、はい、3ラウンド、3ラウンド、はい、富松のバックチョーク、バックチョーク一本勝ち。おー、なるほど、お気に入ってないですね。じゃあ言ったでしょ、はい、言ったでしょ、はい、これ結構勝負いったと思うんですよね。これ勝負ですね。どうですかね。いやでもそれぐらい、でも結構打撃でボロボロになると思うんですよね、はい、あ、なるほど、粘って根性あるんですよ、はい、と言いますさ、はい、元女子プロで、はい、吉本プロレス入って、はい、うん、内臓かなんかどっか疾患を起こして、うん、それでプロレス引退したんですよ、はい、うん、それで MMA やる気なくて、でもジム入って呪術とかやってた試合出たくなって、はい、組み技からやって、はい、それをやってるうちになんかちょっとこう、うん、試合やろうかなみたいな、はい、っていうところで、はい、38歳かな、はい、まだ現役続けてるって、はい、僕ね、やっぱりね、はい、女子の、はい、女子選手って結構年齢重ねてやってる人いるじゃない、多いじゃないですか。あ、そうですね、結構長くやられますよね。俺だからそれってね、はい、すげえ好きなんですよ。あ、富松選手は自分で半熟女って言ってたけど、はい、やっぱその僕も格闘技で飯食ってるし、はい、でそれも好きでやってるしね、はい、好きか同じぐらいあるやつ、はい、自分に近かったり、はい、同じぐらいあるやつって、ね、やっぱこう、はい、好きなものが同じぐらい厚さ、はい、同じぐらいの厚さで好きなやつってやっぱこう、はい、なんか好きじゃないですか、はい、女子が格闘技ずっと続けてるやつって絶対格闘技好きなんですよ、離れられないですよ、はい、男子とかだとやめ、まあ男子も大体好きなやつ多いし、はい、あとはまあまあやることねえからやってるやつとかもいると思うんですけど、はい、でもまあ年齢重ねてやってる人大概好きですよ、はい、うん、だからね、なんかそこですよね、はい、で言い方悪いですけど、レイナちゃんは職業格闘家な感じするんですよ。職業格闘家ですか。職業格闘家、職業総合格闘家。どういうことですか。好きでやってないというか、お金が入らなかったらある程度あれだけど、MMA とかだったら、まあお金が入るから、お金とかいろいろな、いろんなあれがあるからやってるように見えちゃう。そうです。好きかもしれない。いや好き、一定以上は好きだと思うんですよ。そうただ。僕の求めるほどの好きさがどうなんだって。富松さんの方が好きだと思いますよ。いや絶対間違いでしょ。ああ間違いない。ああだって全然女子の格闘家だってギャラ少ないのにやってるんですよ。ああ、そうですね。やめられないんですよ。はい、うん、それをやめないっていうのはすごいですね。ああすごい、はい、あとやっぱ応援したくなっちゃうね。はい、やっぱそこは富松さんの根性にかけて、はい、で勝ってね、はい、勝って、じゃあ富松さんが
スターになるかって言ったら、そういうこともないと思うんですよ。うん、いやいやいや、なるかもしれない。やっぱりそこはやっぱり玲奈ちゃんのストーリーになると思うんで、はい、なんかこう、玲奈ちゃんがいて、うん、負けたからじゃあ、役者が変わるわけじゃなくて、うん、負けて立ち上がる玲奈を追いかけると思うんですよ、世の中はね。うんうん、だけど、うん、やっぱりそこにこう一回光が当たるっていう、うん、それは俺すげえ、はい、やっぱりね、いろんなやつに光が当たってほしいし、あとやっぱ僕があのネットフリックスのコブラ会を見てて思ったのが全然関係ないですけど、ベストキッドの、はい、あれを見て思ったのが、はい、やっぱりあの僕の人生もあんまりこうあの我慢の多い人生というか報われてないじゃないですか。はい、はいって言っちゃったけどまあでもお金ずっとなかったし、今でこそ引退した今でこそちょっとこう露出してたりとかしてるけど、やっぱり感情移入するやつってもう辛い思いしてるやつだろなるほど。だからコブラ会見ててもなんかうまくいってない話ばっかり言ってても、なんか自分の見てるようで辛くて確かにですね。俺なんか俺ダメな人見てると自分を見てるようで辛くてね、そっち応援しちゃうんですよね。まあだからライジン24はまあそれで、あとまだカード、まああのなんか滝沢健太とかまだ残ってるっぽいんで、またやりますよ。あ、またやります。はい、まだ僕にネタ残してくれたんだなと思ってね、またやりますんで。わかりました。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。